リペアの方が完了しました。劇的に弾きやすくなりました。劇的にサウンドも良くなりました。リペア前の原稿は12フレットの6弦側で約 5.0、6弦側の12フレットなんと5ミリでございます。この中高音、今回このギターのリペアにかかった総額でございます。こんにちは、おっとりやギターです。本日は番外編ということでリペアのお話をさせていただきたいと思います。当店は販売や買取の他にですね、ギターのメンテナンスも承っております。この動画をよく見ていただいている方はご存知だと思うんですけども、オットリーヤチューンというのをさせていただいております。そのオットリーヤチューンというのはギターのポテンシャルをさらにアップさせていただくご提案ですとかリペアをさせていただいております。当店で販売しているギターのほとんどはこのオットリーヤチューンを施して販売させていただいております。連日多くの方から自分のギターもメンテナンスしてほしいという方もですね、たくさんいらっしゃいます。今回はですね、お客様から依頼があったギターのリペア前とリペア後のビフォーアフターを徹底検証させていただきたいと思います。今この動画を見ていただいている方で自分のギターもリペアしてほしいな、もっとポテンシャル上がらないかな、もっと弾きやすくならないかなっていう方もきっといるんじゃないでしょうか。そんな方には必ず役に立つ動画になると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では今回リペアするギターの紹介でございます。こちらでございます。ヤマハ FG180、 1971年製でございます。FG180 といえばヤマハの中でも名機中の名機としてご存知の方も多いのではないでしょうか。今回はこのギターのポテンシャルが上がるようにリペアさせていただきたいと思います。今回はですね、このリペアにかかった費用を全公開させていただきますので、ぜひ楽しみにしておいてください。ではリペア前のですね、ギターの状態の方を説明させていただきます。一見ですね、ヴィンテージギターとしては綺麗な個体に見えるんですけども、かなり重症でございました。このギターの一番の重症ポイントは弦高でございます。この弦高が高いというのはヴィンテージギターではよくある症状でございますけども、今回のこのギターの弦高かなりやばいです。まずですね、この12フレットの6弦側、こちらがですね、なんと5ミリでございます。適正な弦高は 2.5 ミリ前後だと言われております。これは非常に高いですね。そして1弦側もですね、約 4.5 ミリと非常に高い弦高でございます。ローフレットの方ですとまだ弾けますけども、このハイの方ではとてもじゃないですけども弾ける弦高ではありません。この弦高が高い原因につきまして主に2つございます。まず1つはですね、このサドルでございます。現在ですね、この既製品のサドルがポン付けされている状態なんですけども、非常にですね高いサドルの高さになっておりますので、これの調整が必要となります。そして原因2つ目がかなり重症でございます。こちらですね、ネックの元置きをしております。ネックの元置きというのはこの14フレットジョイントからポキッと折れてる状態のことをですね、このネックの元置きというんですけども、よくですねギターではある症状であります。このネックの元置きというのは中にですね、トラスドットっていうのがあるんですけども、トラスドットの調整では治りません。ですのでこれを直すのには特別なリペアが必要となります。そしてまだ改善するポイントがありました。ナットの消耗でございます。開放弦を鳴らした時の1音1音の音を聞いてください。もう一度鳴らします。わかりますか？この4弦3弦2弦あたりにビビリがあるのわかりますでしょうか？もう一度鳴らします。まず4弦3弦明らかにビビリがございます。このビビリの原因はこのナット溝の消耗によってですね、この低くなっているということでフレットに干渉してなっているビビリとなっております。ではリペア前のサウンドを聞いてください。
ジャパンヴィンテージらしいこのバリーンとした感じはしっかりと出てると思います。非常にパワフルですよね。ただですね、非常に弾きにくいということと、あとですね、このパワフルなサウンドは鳴るんですけども、何かこの暴れた感じ、このまとまらない感じっていうのが分かっていただけるんじゃないでしょうか。もう一度鳴らします。非常に詰まった感じっていうのが分かりますよね。なんかこのサスティーンが全くない状態っていうのもありますし、非常にこのこんだけしっかりなってるのになんかもったいないなっていう感じが非常に感じられます。この一弦のこの響き、これもなんか気持ち悪いですよね。非常に、なってないなっていう感じが伝わってきます。といった感じで、このさすが名器180ですよね。このバリーンとしたこのパワフルな音色っていうのはさすがだなと思うんですけども、これをオットリエチューンを施すことによってですね、一体どれだけのサウンドの違い、そしてどれだけ弾きやすくなるんでしょうか。ではリペア後でございます。どうぞ。お待たせしました。約1ヶ月の時間をいただきまして、リペアの方が完了しました。一体どんな風に変わったんでしょうか。結論から先に申します。劇的に弾きやすくなりました。そして劇的にサウンドも良くなりました。一体どんな風に変わったんでしょうか。これから説明をさせていただきたいと思います。その前に30秒だけ CM のお時間をください。このチャンネルはこういった素晴らしいギターを一本一本私が解説をしながら配信をしております。アコギ好きな方には大変価値のある情報となっておりますので、まだチャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録をお願いします。そして動画の感想ですとか、高評価ボタン、低評価ボタン、どちらでも構いませんので、応援の意味も込めましてポチッとしていただければ幸いでございます。そして当店はオットリーや公式 LINE というのを配信しております。この LINE では当店に入荷したばかりのギターを最速最優先で配信しているのと、お得な情報も配信しておりますので、無料ですのでぜひご登録の方をお勧めします。ということでお待たせしました。リペア後の FG180 をご紹介させていただきます。リペア前の弦高は12フレットの6弦側で約 5.0、 1弦側で 4.5 ミリと大変弾きづらい、そんな状態でございました。それがどれだけ弾きやすくなったか、早速測定したいと思います。6弦側の12フレットなんと 2.5 ミリでございます。そして1弦側 1.8 ミリでございます。素晴らしいです。もう通常の一番弾きやすいと言われる弦高に戻りました。あれだけ高かった弦高がこれだけ弾きやすくなった、低くなった、一体どんなリペアをしたんでしょうか。実はですね、今回リペア大きく分けて4つ施させていただきました。それを一つ一つ説明させていただきます。まず一つ目なんですけども、こちらナットの交換でございます。そして2つ目はこちらサドルの交換でございます。いずれもですね、良質な目の詰まった牛骨製で交換させていただいて、なおかつオクターブピッチ調整も施しております。それによってサウンドポテンシャルがさらにアップしております。実は知らない方も多いんですけども、牛骨でもいろいろな種類があるんですね。純正で牛骨がついてるギターたくさんございます。実はですね、全てではないんですけども、純正ものでもあまり質の良くない牛骨を使われている場合がございます。どんな材かというと、スカスカの材を使っている場合が多いです。当店の場合はしっかり厳選をした目の詰まった牛骨で交換していることによって、しっかりと芯のあるサウンドになるというのも特徴でございます。そして3つ目でございます。これが一番重要でございます。実はこのギターですけども、リペア前は大きくネックの元置きをしておりました。それによって弦高が高かったっていうのがあるんですけども、実はですね、このリフレットしたことによってこの元置きが治りました。このリフレットというのは通常フレットが減ったから
交換をするというのが一番の目的なんですけども、当店のリペアの場合はなんと元置き直ってしまいます。または、もうトラスロットがいっぱいでもう調整できなくなった順ぞりしてるネックも直すこともできます。あとこのトラスロットで調整ができないマーチンのヴィンテージですとか、もう本当に多くのギターっていうのが順ぞりしたまんまなんですけども、それも直すことができます。実はですね、このリペアというのは本当に腕があるリペアマンにしかできないリペアでございます。それをオットリアでは施すことによってネックの元置きが直ってしまいました。この元置きを直す方法は主に3つあると言われています。まず1つ目はネックリセットでございます。ネックリセットは完璧に直るんですけども、ただですね、高額でございます。10万円から15万円ほどかかってしまう多額なリペアになります。そして2つ目はネックアイロンというのがございます。このネックに熱を加えて矯正するというリペアなんですけども、お値段が1万円から1万5000円ぐらいとお安いのはいいんですけども、実はですね、このネックアイロン元に戻ってしまうというデメリットがございます。そして3つ目に先ほど言ったこのリフレットですね。当店はこのリフレットを施してこの元置きを直させていただきました。そして4つ目のリペアでございます。このブリッジの上面を削らせていただきました。それによってこのサドルのですね、残り白がより多くなりますので、よりこのサドルで調整をして弦高は低くすることができたということです。それによってこの12フレットで 2.5、 1弦側で 1.8 ミリと通常の状態に戻すことによって劇的に弾きやすくなりました。そしてサウンドも劇的に変わりました。リペア前とリペア後、同じフレーズで弾いてみますので、ぜひサウンドの違いをお聞きください。どうぞ。
ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。スタンドの違い分かりましたか。ではですね、私なりに少し解説をさせていただきます。リペア後にですね、このギターを弾いて一番おっと思ったのは、やはりこの一音一音の音の粒じゃないかなと思います。この一音一音がですね、よりシャープでしっかりと芯が通ったサウンドになってるなと思ったんですね。このリペア前というのは、この非常にこの180らしいですね、迫力のあるサウンドではあったんですけども、どこかその暴れた感じっていうのがあったと思うんですよ。それがしっかりと締まった感じっていうのが感じられますね。まず低音から聞いてください。このキュッとですね、音が締まったことによって、よりこの低音が出るようになった気がします。オール合板のギターなんですけども、しっかりとですね、このお腹に響き渡るものがありますね。素晴らしい低音です。そして、この中高音。わかりますか？この一音一音の粒立ちの良さ。マホガニーらしい軽快でブライトで、この明るいサウンドというのがよりはっきり出てるんじゃないかなと思います。非常に気持ちよくなってくれますよね。そしてこの音がですね、しっかりとまとまってるということで、お安いギターなんですけども、どこか高級感があるサウンドにも聞こえますね。非常に上品のあるそんな音色にも聞こえるんじゃないかなと思います。サウンドですよね。このリペアを施すことによって、これだけ変わるということが分かっていただけたんじゃないかなと思います。少しだけ私なりの経験を踏まえてお話をさせていただきますと、この世の中に出回っているアコースティックギターの8割から9割はポテンシャルが出ていません。はっきりとこれは僕は断言できます。その根拠はですね、当店に入荷するギターの8割9割はポテンシャルが出てないからです。当店はですね、その8割から9割のギターを何かしらの手を加えてですね、さらにポテンシャルを上げて皆さんにご提供させていただいております。それぐらいですね、もったいないなぁと思うギターがたくさんございます。このギターの要とも言われます、このナットですとか、サドルをちょっと変えるだけでも劇的に変わるギターたくさんございます。ですので、この動画を見ていただいている方で、もしかしたら自分のギターもポテンシャルが上がるんじゃないか、思われている方も多いのではないでしょうか。そんな方はですね、ぜひ当店にご相談してください。もしかしたら、あなたのギターのポテンシャルがさらにアップして、楽しいギターライフが過ごせるかもしれません。ぜひですね、先ほどお話ししました、当店には公式 LINE の方がございますので、そちらにご登録していただいて、ご質問ですとか、お問い合わせいただければと思います。メールでも構わないんですけども、 LINE の方がレスポンスよく私と会話することが可能ですので、非常に便利かと思います。ではお待たせしました。今回このギターのリペアにかかった総額でございます。ぜひこちらをご覧ください。どうぞ。いかがでしたでしょうか。今回のリペアの内容を参考にしていただいて、自分のギターもちょっとリペアしてみたいなと思った方はですね、ぜひお問い合わせいただければと思います。今回のこの動画の感想ですとか、何かご意見がございましたら、ぜひコメントの方を寄せください。そしてコメントするのがちょっと苦手だっていう方はですね、面白いなと思った方は高評価ボタン、あんまり面白くなかったなっていう方は低評価ボタン、どちらでも構いませんので、応援の意味も込めまして、ぜひポチッとよろしくお願いします。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回もですね、素晴らしいギターのご紹介をさせていただきますので、ぜひ楽しみにしてお待ちください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。あと、
マーチンの70年代のような S 級ネック、 いわゆるそのトラストットで調整ができないタイプの、もしかしたらあなたの、もしかしたらあなたのギターのポテンシャルがさらにアップして楽しいギターライフを過ごせるようになるかもしれない。もしかしたら、そ、できるできるできるだからできるできるで